どうもすえー、なんと11月になりました2021年あと2ヶ月で終わるという事実に驚きを隠せませんっていうぐらいにね時間の流れはあっという間です特に受験生の方、まあ、あと本番が1月2月の方が多いと思いますね、まあ、2ヶ月3ヶ月で受験なんですが3ヶ月なんてあっという間に過ぎます気づいたらあと1週間後に受験っていうのは大げさな話じゃないです 本当にそんな感覚で時間が過ぎていきますので、ぜひね、一日一日を大事にしていけたらと思います。で、ちょっとね、まあ、今回は11月のテーマというか、ポイントを主に2つ話していくわけなんですが、少し10月の話をさせてください。まあ、今日先月も話しましたけども、10月っていうのは魔の月と自分は呼んでいて、すごく中だるみがしやすい月なんですね。モチベーション管理が非常に難しい。なので、10月を振り返った時にうまくいったなっていう方もいれば、 はぁ、あ、もうダメだみたいな、に、ね、なった方もいると思います。で、この前生放送でもね、あの、聞きましたけども、10月何点でしたかって、もしね、ここで書ける方はコメント欄に書いてみてください。10月1ヶ月振り返った時に自己採点。自分の得点何点ですかって。その時に生放送ではね、0点って方もいれば100点っていう方もいました。50点、60点、70点、いろんな方がいましたけども、どんな得点だった方でも10月は終わりました。新しい月が始まったので、1回リセットしましょう。 良かった方も、良かった、頑張ったからって、あんまりそこに思っちゃうと、だれますよ。油断が出ます。先月頑張ったからいっかっていう悪魔が、こうね、囁いてきますから、一回リセットする。で、うまくいかなかった方も、10月いかな、うまくいかなかったから、どうせ11月もダメだよ、私なんて、俺なんて。なってる方、不適されてる方、一回リセットしましょう。そんなん引きずってももったいないし、引きずっても何もいいことないよ。 成績上がらないからね、うん、なので一回リセットして11月をこう、ねまあ、このそのフレッシュな気持ちというかリセットした気持ちでこの後の話も聞いてもらえたらと思いますでちなみに今回はノーカットでいきたいので具だったらごめんなさいということでね、まあ、ポイントを話していくわけなんですがまず1つ目です1つ目のポイントは現実から目を背けない、まあ、現実を見るっていうところです、えー、特に受験生の方、えー、大学受験だったらまあその赤本とか、まあ、えっとセンターとかね、えっと、共通の 過去問とかででもいいですしあとは高校受験の方は私立、まあの過去問でもその都道府県立の過去問でもいいんですがもしまだ1回もそこに触れてない方はもう11月ね、まあ、こう9月1日に投稿してますんですぐにすぐに買って すぐにやってください。一年分でいいです。やってください。その時に、やるからには、時間をきっちり測って、本気でやってください。環境を整えて、音楽を聴きながらとかダメですよ。絶対に、本当に試験のような状態、モチベーションと気持ちで時間を測って取り組んでください。なぜかっていうと、もう敵を知りましょう。敵を知らずに戦いには行っちゃいけないです。もう敵を知らない状態で、なんとかなるんじゃねっていう状態は、もうやめましょう。11月はそれじゃダメです。 まあもちろんやってみて俺意外といけるじゃんってなる方もいますが8割9割の方が割と打ちのめされますえこんなにできないのみたいな感じになると思いますでそれで確かに自分の生徒もそうでした心が折れかけますうわあんなにやってきたのにみたいなで、思いますよね自分も思いましたもん初めて過去問やった時あまりにもできなくてですけどそこを早めに感じてそこの気持ちうわマジか いいうう気持持ちを奮起させててて頑張るっっ方向に持っていけるそのスイッチを入れるというかそっちにベクトルを向けるっていうのをやらないとこれを後回しにすればするほど間に合わなくなくります効果も薄くなるなのでもし過去問をまだやってない方はそこ現実ね自分が過去問っていうか本当にね去年とか一昨年とかにあった本番であったテストにどれだけ。 戦えるのか、今持ってる能力、今持ってる武器で戦えるのかっていうのを知ってください。いいですか現実を向き合う。で、その過去問だけじゃないです。これから模試とかね、実力テストとかいろんなテストが出てきます。いろんな結果が返ってきます。一喜一憂しますよ。良ければ一期するし、悪ければ一憂するっていで、いろんな感情にね、こうね、浮き沈みになるかと思うんですが、全部受け止めてください。 で、これは何でかっていうと、二つ目につながります。二つ目、ポイント二つ目は、不安との付き合い方を、自分流の付き合い方を見つけてください。これはですね、まあ特に10月とかでももうね、受験に対して不安だったりとか、まあ1年生、2年生でも自分の成績に対して不安だったりする方あると思います。多かれ少なかれ。けれど、特に受験生の方は、これから、もう先月とか先々月の日じゃないぐらいに不安になりますよ。焦りますよ。 多分人生初受験、高校受験がね、人生初受験で迎えている方、今みんなが想像している10倍ぐらいの重圧がかかりますからって思ってください。自分が想像したことなら想像できないぐらいの不安が、えー、押しつぶされそうになります。それにね。けれどあの、この前ですね、一昨日か、ちょうど、えっと、兵庫県の江南大学っていうところで講演させてもらって、そこのテーマが、不安との付き合い方だったんですよ。でそこでもね、スライド使って喋らせてもらったんですが、 不安っってなった時にで人は自分もそうですけど何かしら不安はあるはずです多くの方が自分は不安症なので多分人よりもかなり不安に思うことが多いです今でもその時に不安っていうものを不安だから頑張れないっていうで思うのか不安だから頑張るっていう不安っていうものの事実は変わらないんですよ不安消せたらいいっすよねこいついなくなってほしいんですよできればでもそれって難しいんですよ いろんなアスリートの本とか読んできていらっしゃいます。圧倒的な練習量。自分がここまでやったら絶対大丈夫だろうって思うぐらいの練習量と努力をしてその不安っていうものに打ち勝つこともできるらしいです。ですけどごめんなさい。私は人生36年でそこに至ったことがない。多分できないんですよね。まあ、努力が足りないのかもしれないです。でもそれ相応の努力をしてきましたけど、どうしても不安が勝ってしまう。不安は居、い、残るというかね、いるんですよ、こいつは。だったら、 こいつをいなくなってくれって思うんじゃなくて、いていいぞと。お前も一緒に行こうぜって。だからよく言います、私。不安と肩組んで行っといでって。不安と焦りだね。こいつらと肩組んで試験会場行ってこいと。お前らも一緒に行こうぜって。ね、いいんだよって。いなくなんなくていいんだよって。いていいんだよって。だって、不安がいても、そのせいで、不安のせいで、足が前に出せない、努力ができない、頑張れないと思うのか、 不安、お前がいるから、辛いけど、辛いけどお前がいるから頑張ることができるんだぞって、そうどっちを感じるかは自分が選べるんですもん。なので、これが、これは俺の考え方ですよ。これが皆さんに合うってわけじゃないんですが、不安っていうもの、焦りっていうものがいた時に、そこからどういう行動を起こすのか、アクションを起こすのかっていう選択肢、選ぶ権利は皆さんが持ってる。 不安っていう事実は変わらない。いることは変わらない。でも自分の行動は選ぶことができるっていうのをすごく胸に刻んでほしい。人は追い込まれたり不安に思って焦って追い込まれると視野がどん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 狭くなる。で、狭くなっちゃって一回不安のせいでもう無理ってスイッチが入っちゃうとそこしか見えなくなっちゃうんです。そんな時にぜひこの動画に戻ってきてください。もう見るのめんどくさかったら思い出してください。 そういえば、あのおっちゃんなんか言ってたなって。不安をどう感じるかは自分で選べるって言ってたなって。でそれをこの11月、たくさんたくさん向き合ってほしいんです。で、自分流の、皆さん流の不安との付き合い方、不安の解釈です。不安っていうこいつがいることでどう私は解釈するのか、どう受け取るのか、そしてどう行動を取るのかっていうのを自分流で見つけてください。たくさんもがいてください。たくさん悩んでください。 それが11月は許される月です。それをたくさん向き合って、たくさん悩んで、たくさん焦って、で、いろんな解釈をして自分の着地点を見つける。それができるようになったら、12月、1月、めちゃめちゃ力強く前に進めます。おそらく、それ相応の不安とかだったら、跳ねのけられますよ。おお、一緒に行こうぜ。お前、もでかいな、お前。今回来た不安は。いいよ。お前、ちょっと肩組めねえけど、一緒に行ってやれよ。みたいな。になれますから。それがこの11月です。いいですか だから現実を見ろと言いました。過去問やったりいろんなことをしてね。その中でたくさん不安になるよ。だっていっぱいできない問題見てくるから。ね。問題集やってもできる問題よりできない問題に目が行くんだから。だからまだ全然自分が伸びてないんじゃないかなと思うこともあると思いますが、その2つをぜひ、いざ、現実を見るっていうところと、不安との付き合い方を、自分の付き合い方を見つけるっていうところ。この2つを意識して過ごしてください。そして最後、3つ目になっちゃうんですけど、これ本当にすぐ終わります。3つ目。これは、1日1褒めです。 一日一褒め。一日決まった時間に自分を褒めるっていうのをやってください。まあ、自分はいつも言うのは、こうね、全部歯磨きも終わってね、もう寝るだけってなった時に、布団に入りましたって寝ようって思った時に、一日自分を振り返って、一個でいいから褒めてやってください。これは勉強に関係しなくてもいいです。どんな些細なことでもいいです。一個だけ褒めてやる。それができるだけでも、ちょっとずつちょっとずつ自分の自己肯定感が高まっていきます。 これは難しいですよ。最初自分を褒めるって時,時に、その中高生、ね、思春期という年頃の時は非常に難しい。でもこれは自分の生徒、自分自身もそうだけど自分の生徒を見てきて思ったのはできない方は一人もいないから。<え>褒め方の答えなんてないんだもん。自分流でいいんだもん。だから、しかも別に人前で言えって言ってるわけじゃないから。みんながさ、ねお母さん、私今日これ褒めるなんて言わなくていいんだからいいんだから。自分の心の中あ、でもできれば部屋で言えるんだったら口に出してやってください。 心で思うだけじゃなくて、口に出して自分の耳に入れてあげるっていう。その方が褒めの効果が高まりますんで、ぜひ、ちょっと1個増えちゃって3つになっちゃいましたが、この辺を活かして、ぜひね、11月、いい1ヶ月にしてもらえたらと思います。自分も、え今年のテーマはですね、あの、今月のごめんなさい、今月のテーマは応援月間なんですよ。あ、ちょっと持ってきます。ごめんなさい、編集入ってないからごめんなさい。あの、私、ちっちゃい黒板を持ってて、そこに1日に毎回テーマを決めるんですね。 先月は楽しむってやつだったんですけど、今回は王ばっかなんですよお。落ち着く、奢らない、怒らない。そして応援月間。4つの王を大事にするという月間で行こうと決めていますので、そんな動画もね、撮れるようにやっていきますので、ぜひね、お互い1ヶ月頑張っていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできたらと思います。それじゃあ、またねバイ頑張ろう